さっきみたいな乗り方してるとな、馬も怪我させたり、例えば他の人にも迷惑になるし、自分でもその危ないことにもなるし、あの馬をしっかりまっすぐ走らすっていう基本的なことをやっぱり頭に置いて、軽く乗っちゃって馬に右でも左でも行かれちゃったらもう何にもならないし、そういうことはもう頭の中に指示を置いてレースをするっていうことは絶対忘れるなよ。我々の世界はな、パーフェクトなんてないんだから、負けても負けた中の失敗を二度と繰り返さないようにするのがプロなんだからな。